いただきます。中からご飯食べてどんな家の人が泊まれるご飯だと。こうして食べるのが食事の茶色いわ、ほんとおかずが本当味いい、上味裸とか食うけど、私ご飯やってこなかった。何の区で何らかの交流が行われ、洗面下で台湾スケーターのように宣伝しているが、そんなことは一つもない。自分の以前のブレークのことをしっかりやればやるとして、カナダの首相だよ、男前なのが。みんなびっくりするやね、この湿ってる大阪に。こんな地味にするなんて。アマゾンの中にいるような。アマゾンの地域多い。アマゾンの多い。フィリピンもひどかったけど、うん、フィリピン行ったフェーズに行ったりやろうな。気象台は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。近畿地方は九州の南東を北上している熱帯低気圧や前線の影響で発達した雨雲がかかり続けています。午後5時半までの時間、和歌山県白浜町は 38.5 ミリ、和歌山県白浜空港で32ミリの激しい雨を観測しました。熱帯低気圧は今夜が発達して台風の通り抜けが近畿地方では今夜遅く明日未明にかけて接近するので、近畿南部を中心に局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日にかけて1時間に降る雨の量は多いところで近畿南部で60ミリ、中部で40ミリなどと予想されています。また明日夕方までの24時間に降る雨の量は、もうトランプさんついたんかな、さっき言ってた。やっぱりあの明日言ってたけど、台風来るから早くしたのかな、ね、明日にかけては海上を中心に風も強まり、近畿南部では YouTube とかもやるよとか、豆でないとなね、そりゃそうだ。この食事も取るのなんて、どこ食べに行ったら取ろうとか思ってて、取ってたんですかね。もう気がついたら食べ始めたいから。じゃあ豆さえ、もう豆さしかないね。才能運だよ、豆さえ。豆さえ。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意。強風や竜巻などの激しい突風にも注意するようにしてください。かぼちゃは日本語ですね。そうかぼちゃはない。本州最南端にある日本の日本のカボチャ少ないの。ここは海岸からほど近いメキシコとかホテルの駐車場です。20分ほど前から雨足がかなり強くなってきました。先ほどバケツをひっくり出したようなそんな強い雨足の近く、ポタージュとかしても美味しくないのよ。カボチャの水こそ乾いていたんですが、今はこの道幅いっぱいに水たまりになっています。水こそカボチャはこの雨とともに風も強くなってきています。画面左側が違うしね。海からの南側の生暖かい風が吹いてきています。時折ガイド陣が、もう今夜から明日朝にかけても雨だな。この後も各地広い範囲で雨が降る見込みです。そして発達した雨も再び和歌山県にかかってくるでしょう。
だから梅雨に入ったことは確かないでしょ。だからこんなの昨日宣伝梅雨ってどんなんやったかな。こういうのずっと延々と続くのか、たまに晴れの日になる、たまに晴れの日もあるのかな。そのうち台風が何回か来るしね。チンしてるやつはご飯を、うん、まだ、あ、うん、もうちょっとみんなも食べるだろう。私はご飯はね、どちらがいいのね。どっちでもいい。何分もしてない。うん、何分してる。700ワットだから3分なんかしない。あれ冷蔵庫に入れたってだけ1つしか入ってないから。700ワットって30、40秒でいいらしい。G20 サミットの主要会場であるインテックス大阪がある先島地区は、私の前のこの道路奥に走ってトンネルを抜けた先にあります。ここでは100人以上の警察官が通っていた車1台1台止めて走っています。この後アメリカのトランプ大統領の撮影会はレフォースワンが下に到着しています。明日じゃねえな。トランプ大統領は車に乗り換え、大阪市内で乗り換えました。これだろ。いやいや、タッパーもう一つ残りやったでしょ。午前中に専用機で大阪市内で乗り換えた。そこ入れた。空港周辺では警察による検問や臨時の手荷物検査が行われたほか、ターミナルビルの展望デッキも警備上の理由から閉鎖されています。トランプ重役出勤やないんだ。空港利用者の中で明日空港行ってなんで痛みかいたら観光海に囲まれました。嫌なのか、なんか以上、物々しい狙われそう。痛み、心が狙われると思うけど、やってるのを、うん、でこうっていうか、苦がいっぱいあるね、何か言ってるからとか、それを5つぐらいに大きく分けて、で各区で自主性を持ってやるようにして。これよ、うん、こっちにあるよ、あっちにもあるの、うん、いや、それまだチンしてないよ、これ食べるよ。ああ、これ食いかけてもあの今やったんじゃないんだよ。この間から。うん、今して出したとこやで。主語が抜けてるから。うん、主語なっていけるね。人があれには主語抜けてた。全然わからない。でこのサミットは3日間なん、うん、まあ全部入れて3日間やってられへん。だからそれを警備するのがその主催国の役割やから。大津もトランプ大統領入ってなきゃ私に来てるんや、うん、安倍さんと一般市民にも開放してる居酒屋に、うん、で貸し切りじゃなくてその日普通のお客さんにも、うん、営業してる時にそこに行って話解放してます、うん、っていうのも日本はトランプが来ても唯一射殺される可能性が極めて低いっていう理由で射殺軍やったりする人はいたけどそもそもあれストライキとかももうやる気ない。プラそういう意味では日本人はもともと平和主義やねんて、あの大昔から。私もちょっと味見してみようかな。それみんな味にしてみよう一回。忘れてた。それはこちらが国際メディアのグラス出した全員なんでそこの置いてるところそこの前こっちの前置いてるそんな好きにちょっと入れてる。昨日も飲んだけどこれ甘い。甘いよ。ちっちゃいグラス出した飲むんでしょ。うん、ちょっと飲む。味見してみえ、ちっちゃなのなんて出したらいいや。話し通じてんのちゃうの。話し通じてわかってるよ私。じいちゃん自分の酒とかグラスをな触られるのそもそもあんま好きじゃない。じいちゃん使わないやつもあるやん。だから小さいの出そうとばあちゃん思ってるやん。
じゃあもう冷凍しとこうか。もう食べないでしょ、うん、食べる思って出したんやけどさ。めっちゃ卵余ったな、これ。卵が。卵がね。なんかこの人たちは何役の人？明るそうで。歯でかすぎ、口でかすぎ。歯でかいね。鼻がなんか横に広い。綺麗だね。綺麗だよ。綺麗けどね。上等やん。この人たち。この女子アナも上等やん。ちょっと口曲がって。この女子アナ多分昔は美人やで、多分。若い頃は。相当年やと思う。30半ばぐらいじゃないのかな。もっといってるな。30半ばはまだ相当な年にはならないね。これからしたら結構な年。でもさ、あっという間に自分もその年になる。味がやっぱり。今日はプレバトだな。小井沢富美男役者歌東大生鈴木光光光るか夏井先生もベタなのやって、あ、今日水彩画にやるわ、うん、美人新生やって土屋アンナ壮大な景色か。いいだね、この間まで夕へ出たお気に入りの人の名前とかの間違いみたいな。すぐ間違い。いい見てますよね、ヒカルちゃんとか言ってたよね。ヒカルな、そうなの、うん、今日お前三つ言った。三つの後に子が続いてるかな思って、三つ子かな思って。あ、別人物って思ってたわけ。あ、そうそう、別人物だと思うあたりはもう間違ってるかな。プレバトのメンバーなのにな。これ安住さんに似てんじゃない。安住さん、安住アナに全然似てない。目の辺がちょっと似てない。目のあれは左右 の, あの違い具合が鼻と口の髪型が髪型似てる。顔形な、顔形目が2つ、鼻1つでその辺も目の奥さとか全然違う。うん、若山似てるかも。和歌山県白浜町和歌山38.5 今日雨ほど言ってんの。若山県の白山空港で若山のおじいちゃんが死ぬ前に似てへん人を似てるって言い出してボケたりしとったらしい。雑誌の人の顔を顔の部分だけ切ってなんか あれしてたやろ。雑誌の顔だけ切り抜いて、雑誌ね、3段階ぐらいにこう切ってね。そうだったかな、うん、顔の部分と胴の部分と足の部分とここを変えてね。うん、新直前やろっかね。まあ、まだ家にいた時やから。それは病院に入ってからじゃない。ああ、なんかで出てる、似てる、誰それ似てるなとかすぐ言うなきゃ。じいちゃんとしては全然似てないのに言うからさ、ついつい、いや似てないって言ったわけじゃん。だからじいちゃんは回数が多いよ、これ似てないかという回数じゃない。いや絶対似てるんだけどな、何もかも似てないけども、これ一部か二部ぐらい絶対似てるんだよ。一部か二部似てる人は似てるとは言わんよね。うん、これまたお笑いコンビか。スリムクラブやな、あの闇営業。そう、これさっき俺にとってニュース、携帯で。なんかついついこういう芸能人が出てきたらいっぱい出てくるなあ。叩けば埃が出るっていうような感じで次々出てくるな。売れてないと、ね、ちょっとでもお金欲しいから。まあ3年前の話って書いてこれだから言ってるの5年前の話。まあそんなのいいや、もう時効だよ、こんな大したことじゃないのに。ねえ、吉本興業の最後のこれ、これが分かっててみんな紹介してる。自分の間取ってる。なんか100万円受け取ったらしいよ。そんなの儲けるんだ、こういう企画者の。あの詐欺グループ60億かなんか稼いでたよね。そっからも100万、200万し知れてるわ。ヤクザ相手に仕事してるやつなんかいっぱいおるからな。なんかホテル業だってそうやね。ホテル業うちは登録してて、要は信用取引で使った分だけ後で請求してもいいっていう会社なんで、もちろんあの新規はあかんけど、その長年付き合いある中で俺暇やからそこの会社見ててんや。ほんなら、オウム真理教の貢献の団体もう信用取引してるんで
ほどこのホテルもそうやと思うよ。まあ今別に悪いことしてるわけじゃないから。でもヤクザの隣に来るよ、普通に波紋状忘れてたやつと思うで、電話かかってきて、波紋状お宅に忘れてないですか、ちょっと待ってお待ちくださいね、見てたらもう電話越しにもう土星みたいなの聞こえてくる。で、取りに来たやつももういかにも、もうジャージかなんか着てるけど、もう顔がもういかにもヤクザみたいな、うん、ブリキズのやつをもうちょっと本当に下に2、3滴ちょる感じでブーッと広がるよ。それがうまいな。それで下あの唾が出てきて薄まって少しずつ喉に垂らしていくっちゃうからな、うん、それが本当の飲み方なんだよ。弱い着いた。着いた。ナイテッドステアメリカの海外。これ到着するとき、着陸するとき映ってないな。着陸のとき。今からあそこから。まあ後でやるやろ。みんな映してるわけやから、素人も。あんな階段の音聞けるけど、どうしはねやろの人。つけんやん。これ持ってくやん。行くのかな。そら、あっこがジャンプしとく言われちゃう。足の方に折れるの。掃除みたいな。電気でエスカレーデータにはならんけど。掃除はあいつな。すごいやろ、これ。エスカレーターにして降りてくるって、そんな人見たことないわ。国のほら、ね、すごさを見せなかったからさ。それとあのここ、あの人は足、もう足割れてる、手処理だったから。それちょっと位置が悪いのじゃん。届いてないよな。いや、もっと右に寄らなあかんと思う。心配せんでもなんとかする。そりゃそれやろけど。心配してやるわ、こんなのは。じいちゃん、また復活お酒。そろそろ復活しないと。飲み出すと多分タバコと一緒でな、このまま取れんくなるんかもしれん。俺はほんまこんなんも久々に酒口にしたけど、週にね、3回とかできなさらいいね、うちの前まで。週1とかやったら立派やけど、結構2日3日に1遍程度やったら、中途半端に我慢してるのに、ばあちゃんの目からしたら毎日飲んでるっていうふうに映ったりする。まあいいけどね、毎日飲もうと何しようと、自分で自分の体のこと決めるの。自分が好きなやつ。俺はもうじいちゃんやったら、ここまでやったら隠れて飲むけどね。ピーナッツかなんか、小袋に入れといて、ポケットに忍ばしといてやな。夜ばあちゃんが風呂入ってる間に、まあ、ちょっと小瓶にとか、ペットボトルに酒ちょっと入れて、で、2回上がって寝る前にこう、食いながら飲んで、今、ふんするけどな。まあ、知ってるよ、この中でね、ちょっとだけね。ワインかな、なんかちょっと飲んでるさ、私がいない。これや、これが。いや、これじゃなくて。いや、ワインは飲んでない。飲んでない、うん、これをちょっと味見しておきたい。コマーシャルの間に飲んでしまったよ。つまらないよ。今日も来てしまった。 CM の間に置いてしまった。それはあかんわ。今ちょっとやるわ。これリプレイやね。リプレイじゃん。あれ一人でイバンカは。いないな。メラニア。イバンカ娘やから。あ、でも中国連れてきてたね。違う、イバンカや。娘や。イバンカや。あ、そうだそうだ。これ映ってるの忘れたけど、晩ご飯っていうのはね、大体こんな感じだな。ちょうど7 o'clock。これ全部溶けた。うん、忘れた。またいいところを編集して、チャンスがあれば見てください。こんなでかい蚊に刺されたらめっちゃ痒いで。